キューラムゼイは、スコットランド生まれ、オーストラリアの画家である。スコットランドのグラスゴーに生まれた。1878年に、家族は、オーストラリアのメルボルンに移住した。兄には、9位のブランドで知られる靴磨き製品製造会社の創業者となったウィリアム・ラムゼイと、有名な医師となったジョン・ラムゼイがいる。16歳の時、ビクトリア国立美術館の絵画教室に参加し、 講師のリンゼイ・バーナード・ホールの下でかつてない才能のある学生であるとされた。多くの賞を得たが、1899年の海外留学の学生を選ぶ展覧会では、もう一人の才能ある学生マックス・メルドラムに敗れた。1900年にヨーロッパに留学し、私立の美術学校のアカデミーコラロッシで学んだ。才能を表し、1902年に、 フランス国民美術協会の展覧会に4点の作品の出展が受理された。オーストラリア出身で当時パリで人気が高かったオペラ歌手ネリー・メルバの義理の兄弟のパターソンと同じ建物にスタジオを構えメルバに紹介されメルバから肖像画の注文を受けことができたが残念なことにパリで病気になり気候のいいオーストラリアに戻らなければならなくなりメルバの肖像画は 描くことができなかった。オーストラリアに戻った後、いくつかの代表作を描いたが病状は悪化し、1906年5月に亡くなった。28歳であった。ありがとうございます。